ニャンパス、どうもこんばんは。アニメリアク職人こと町田ジョギニー浜田です。はい、現在5月21日土曜日の午前3時37分ですね。はい、今日も風呂場からね、皆様への感謝の気持ちを忘れずにアニメリアクションを張り切っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。はい、先ほど、かぐや様ウルトラロマンティック7話を見て、そして今リケコイの2期8話ですね、見終えて、ここからは9、19話ですね、いきたいと思います。はい、D アニメストアですね。では自己紹介。僕のはマジ大道芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングをしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくて、パフォーマンスしてますが、現在コロナの影響でですね、全ての仕事を奪われ、3月には87連休、4月には26連休を経験、そして今日34連休です。もうありえない連休ですね。収入、仕事一切なくて、もう不安しかない中でも、皆さんに何か少しもね、やればできる、諦めない、これを感じ取っていただきたいと思って、1日も休むことなくアニメのリアクション動画投稿し続けて、なんと786日目です。ぜひとも応援してやってください。お願いいたします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどすべて説明文にありますので、ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画は再生リスト2作品別にまとめてあります。かなりの作品数見てますけどね。はい、で、今年の9月でかい発表があるんで、お楽しみに。絶対驚きます。では行きましょう。3、2、1、スタート。なんやろ。前回はあれでしたね。遠見芽衣と、丸山理恵の、お話でしたね。シンプルに。なんかその宇津木悟と、明治凛音にしか見せなかった、なんかその理恵の姿みたいなのを聞いて、なんかこうちょっと複雑な気持ちになった芽衣と、リエのなんかこの幼い時からのね、物語でしたね。これってもうあと多分7回ぐらいですよね。6回ぐらいか、あと。あ、そんなないか。あと5回かな、24話としても。どういうね、風に進んでいくのか、今んところ全然予想がつかない。で、今、正木社長、何の話だったのかな。ヒンメルの、さらに増えんの？ほう。全員になるのか、ほんなら。もうついに全員でか。
天童よきまだ高1よね、確か。お、ブルンボール2期。おお。ねえ、この4人ね、参拝組やったかな。あ、サイン考えてんねや。エリスって書いてるやん。リーダー決まってへんのちゃう？リンにあるんかい。クロワッサンを焼いてるね。焦げた。何やしとんねん。キリカさんに怒られちゃう？ずれとんな。真面目なんよ。あ、輪廻があるか。子供たちと。
あら、これは参ったね。これは参るぞ。どうするつもりなのかね。なんか懐かしいなこれ。何枚ってこれ出てきた。新作か。で、三匹の小豚なのかな、今回。ああ、出てきた。なんだ、リエが引っ張ってるね。ね、仕事もしながらだし。ほんまに全員になんや。よかろ。加納志保の喋り方好き。よかろ。小沢や。
承知。一人だけね、みんなハワイ言うてんのに、彼女だけ承知。台本作ってるやん、印刷までして。区民会か。朗読劇やけど、ほぼ人形劇みたいな。少な。なんてこった。メイも大概いいね、喋り方。ヘンゼルとグレーテルよ。ナモさん、ああこれ子供が喜びそうなうちやね。すごくいいオチやった。あ、ちゃんと社長とリオさんも見てきてるね。リエね、ほんまに。うん、がっつりリーダーやったよ。読みに見張るのあらーって言い方も好きよね。三浦あずさみたいで。
巻き込んだことを気にしたのかな、うん、参拝言うてたね。スタートラインや BGM。今回むちゃくちゃ良かったな。あれ、この光景前も見たぞ。毎回言ってますけども、最後に映る、天童ゆうきがこうやっててね、宇津木悟がこうやってるのめっちゃ好きな写真です。次回これ誰や、読み意味あるか。はい、まあ終わりました。もう自分自身が今回神回と読んでよかったんじゃないかな。むっちゃくちゃ良かった、ほんまに。なんでしょうね、まあまずはあのプロジェクトヒンメルが、さらに8名追加ということで、まあエールブルー全員が、ヒンメルでね活躍するということになったという、まあすごい朗報から、ね、スタートして、ほんで取材を受ける中で、天童ゆうきチームは、まあ、天童ゆうきがリーダーやろうと。あそこってリーダー誰だかね、ブルームボール組のね、あの六石春菜ね、春菜に関しては一応ヒロイン
なのかな、そのメインキャストの一番上に名前出てるけど、いまだにそのね、梅木桃宮やったかな、サブモブキャラから名前のあのキャラになったっていうことになったぐらいで、特にその主役的なまだ活躍してないんでね、まあそれは A として、ね、もうかもうその参拝組やと、ね、言ってた中で、リエが、ね、まあ、2週に続いてね、このリエグループがメインというのがね、良かったけど、そほんま自分がリーダーでええのかと言ってるリエがのね、活躍っぷりが素晴らしかった、ほんまに。あれ、無意識でやってる女子はもう天才としか言いようがないね。ちゃんとね、その全員の役割分担をテキパキと決めて、なおかつ、16人、まあまあ、要は他の12人もにも頭下げて頼み込んで、まあ、これほんでやってくれたというのは、やっぱりリエの人徳があるからやしもやろうしね。で、なおかつ、その中で、悟りが作った台本にまで、オチをもうちょっとひねってほしいというね、話をしたりだとか、その、使えそうなセットを用意してたりだとか、すごい、なんていうか、幅広い視野を持ってるなと。で、なおかつ、子供たちのね、その悲しい、泣き顔を見たから、絶対にやったいことで約束をするという、まあ、男気みたいな。男気じゃないけど、まあ、とにかく丸山礼というね、人物がいかに素晴らしいかというのはよう分かった、ほんまに。あのごまかし方が大好き。ね、最後のちょっと泣いたとかでもね、我は悪魔エリス泣くわけがなかろうみたいなことを言った、そこであの前にも見た光景ね、あれ、何話やったかな、三原ね、明神凛音が、なんか公園で子供と実は遊んでたかなんかが分かった回やったと思うけど、の最後とちょっと似てたシーンでしたね。名前10、あ、い、えー、じゃあワンクール目かな、どっちだったかな、ちょっと忘れてしまいましたけどね。いや、非常に良かった、ほんまに良かった。で、三匹の子豚のね、家の構成とかも、あれ、2人目が鉄筋コンクリートなんやと思ったらね、3人目がお菓子の家を作って、で、満腹になって狼がぶっ倒れる、なんと素晴らしいオチなんやと。まあ、これに関しては悟りですけども、いや、よかった。まあまあ、ほんまによかったとしか言いようがない。ザ・神回でした。丸山リエ、めっちゃ好きになりました、今回。いや、よかった。はい、ということで、9、19話でした。よかったらチャンネル登録や高評価、何卒よろしくお願いいたします。はい、まあ、冒頭でも言ったように、今はほんまにきっつい状況です。で、こんな中でもね、もう700、もう800日近くやってきてますけども、まあ、それでもね、ほんまに僕は再生数が全くいかずに、もう4月の25日ですね、もう約1ヶ月前ですけども、メンタルが1回いってしまいまして、もうアニメリアクションやめるというね、動画出したんですけども、まあそこでは手痛いコメントをいただきましたし、まあ応援励ましコメントもいただきましてね、まああくまでもね、もう再生数少なかろうが何やろうが見てくださってる方がいるということに感謝せなあかんというのをね、そこで気づくことができたんで、で、まあ、それ以来これつけてますけどもね、まあ、皆さんのおかげでね、なんとか活動を続けることができてますんで、そうですね、まあ、改めてお礼申し上げます。そして今後とも応援してやってください。ただね、僕がほんまにこのショーをしているね、ほんまの姿を見てほしい、大道芸人としてのね。なのでよかったら、過去のパフォーマンスという再生リストをポチッと押していただいてね、1個でもいいんで動画を見ていただければありがたいです。さらにコメントいただけたら、もう最高に背中を押していただけるんでね、元気をもらうことができます。まだこれは1回もございません、情けない限りです。はい、さらにはですね、いつかは僕のショーを皆さんには生で見に来てほしいと思ってます。これまで5人の方がほんまに来てくださいましたんで、まあ、楽しくね、お話しさせていただきました。また皆さんにお会いできる日が来ることを願っております。はい、そのためにもね、僕を知っていただきたので、ぜひとも説明文読んでてください。お願いします。以上、アニメリアク職人こと町田力に浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。